では情報検索と題しまして自然言語処理研究室の稲岡が発表いたします。はじめにその参考にした書籍を紹介します。こちらの書籍を参考にいたしました。で今回の発表内容はまずはじめに文章の検索っていう大枠についての説明と天地インデックスっていうものの説明と検索に用いる TF-IDF4 っていうものの説明と最後にその検索をどう評価するかっていうものについて発表いたします。まずはじめに文章の検索について説明します。文章の検索、方法はいくつかあるんですけれども、一つ目がそのキーワードによる検索っていうもので、その文章ごとに、その文章に合ったキーワードっていうのを、人間の手で自分で設定して、そのキーワード検索するときはそのキーワードとマッチするかっていうものを調べることによる検索方法です。でもう一方が、全文検索って呼ばれるもので、文章全体を対象とした検索ってことで、キーワードとかを自分の手で一人で設定するんじゃなくて、そういうことをせずに文章全体を検索するっていう方法です。でその特にその文章検索においては、方法が大きく2つありまして、1つ目が普通に文章全体を、全体を見て、普通に検索するっていう方法なんですけれども、でその文章全体を対象にした場合、その文章が増えていくとそれだけ検索の時間がかかってしまって、あまり効率が良くないっていう問題があります。でそういう問題を解決するために、その文章からそのキーワードっていうものを自動で抽出して、その抽出したキーワードとの、マッチングで、検索を行うっていう方法があります。これによってその上で説明したその文章全体の検索に比べて、検索時間が抑えられるといったような利点があります。でこの全文検索の中で特にのウェブを対象にして行う全文検索のシステムを、サーチエンジンというふうに呼びます。で次に、天地インデックスに説明します。で各文章に、各キーワードが、設定されるんですけども、これは手動か、自動か問わず、キーワードっていうのは設定されてるんですけども、これをこの関係を逆にした感じの、この例えば文章1の中に同義語と概念っていう、キーワードがあるんですけども、これを逆に、同義語と概念っていう見出しに対して どの文章が当てはまるかっていうような、こういう変換したことを、天地インデックスというふうに言います。こういうふうな変換をしていることによって、例えば同義語で、検索を行う際に、ここの同義語の見出し見て、その中に当てはまる文章っていうのを見るだけで検索が完了するので、効率がいい方法です。これが天地インデックスというものです。次にランキングというものについて説明します。ランキングっていうのは、その先ほど説明した、全文検索 で検索結果が1件2件ならいいんですけども、例えばサーチエンジンなどでは、そのたくさんのデータが、たくさんの文章が、マッチングしてしまって、そのマッチングしたで、文章全てを、一個一個確認していくのは、大変なので、そのマッチングしたデータの中でも特に自分が求める情報というものを優先的に見たいというものがあるので、その自分が欲しいものと欲しいというものと、文章の関連度というものを使って、並び替えて、その高い順から見ていくといったような方法があって、それを、その並び替えることを、ランキングというふうに呼びます。でその文章の関連度というのはどのように計算するかというのも、方法がいくつかあるんですけども、その中の一つとして、TF という指標があります。これは文章の中で、ある文章の中で、同義語っていう言葉がもし20回出てきて、で、概念っていう言葉が2回出てくるような文章の場合は、その文章っていうのは、概念よりも、同義語っていうことに、同義語っていうものに、強く関連する文章であるっていうふうな判断をすることができます。でこの時のその文章 D における、5T、ある 5T の頻度、何回出てくるかっていうことを、TF っていうふうに呼んで、タームフリーケンシーの略で、TF で、その表記としては、TF で TD っていうふうに表します。
で次に IDF っていうものについて説明します。 IDF というものは、まあ、先ほどと違って、文章検索対象の文章全体のうちその言語というものがキーワードが、まあ、どれだけの、もし10万文章に現れてで、まあ、問題という単語がまあ300万文章に現れたとするとその言語と問題っていう言葉を比べたときに、まあ、言語っていう単語の方がよりその検索意図をまあ表している言葉である単語であるっていうふうな判断をすることができます。でその IDF の式をまあ見るとはまあこのように定義されるんですけれどもその DFT っていうのがその例えばこの言語今回だと言語だとするとその言語っていう言葉を含む文書数、まあ、数っていうのがまあ DFT で N っていうのが検索対象のまあ文書全体の数っていうふうになっていて、その文、DFT っていうのが分母に来ていることからそのあるあそのその語をたくさん含その語を含む文章がたくさんあると、まあ、IDF の値がだんだん小さくなっていくっていうような傾向にある値です。でその TF と IDF の値を用いてその文章 ある語と文章のある語 T の、まあ、文章 D における重要度っていうものを、まあ、この TF×IDF というような計算によって、まあ、求めるっていうのが、まあ、TF-IDF 法です。でその TF-IDF 法で求めるこの値っていうのがその情報検索、まあ、先ほどの全部検索だけじゃなくて、まあ、文章要約などでもまあ用いられる、まあ、一般的な指標の一つです。で次にその情報検索の評価について説明します。情報検索でまあ評価するときにその適こう下にあるその適合率再現率 F 値といったような値を使用します。で、まあ、この右にある英語表記も、まあ、出てくるので覚えた方がいいのかなと思います。まずはじめに適合率について説明します。適合率っていうのは、まあ、システムが、まあまあ、必要だ答えだろうと思って選択した文章のうち、まあ、本当に正解だった割合っていうものが適合率です。でまあ、下の図で説明すると、まあ、検索対象の文章全体があったときにそのシステムが、まあ、導き出した選択文章っていうものと、まあ、管理文章っていう、まあ、2つがあってその2つの交わるところっていうのが、その交わるところっていうのがこの適合率の式の分子にあたってそのシステムが出した、まあ、選択した文章っていうのが、まあ、分母に来ているっていうのが、まあ、適合率です。でこれと比較して、まあ、再現率っていうのはその、まあ、式でいう分子は一緒なんですけれども、まあ、分母が違って関連文章なので、まあ、システムが本来なんか出すことを、まあ、希望されている、まあ、文章、まあ、関連文章のうちシステムが出した割合っていうのが再現率です。で、まあ、式で表すと、まあ、分子が同じで分母がシステムの選択文章ではなくて、まあ関連文章の方になっているのが再現率です。でこの2つの値なんですけれども、まあ、例えば適合率だけ上げたいとか再現率だけ上げたいっていうのは比較的簡単で例えば適合率で言えば、まあ、いくつかシステムが選択するっていうのがまあ普通だと思うんですけれどもそうじゃなくて特に自信のある1個だけを選択するっていうのことを行うと例えばその1個が当たっていれば適合率1になって、まあ、もう一番高い値なので、まあ、上げるのは簡単で、まあ、再現率も同様で全ての文章を、まあ、出してしまえば、まあ、その中に絶対その欲しい文章っていうのが入っているので、まあ、再現率も1になるっていうので、まあ、どちらかを上げるのは簡単なんで、で、まあ、その2つがまあトレードオフの関係にあるといったもので実際に評価するときはその2つの値を使ってで評価するわけなんですけどもその時に使われるのが F 値と呼ばれるもので下のような式で表されます。で、でその F 値っていうのが例えば適合率再現率、まあ、特に 文子を見ると適合率がと再現率がもし例えば適合率がすごく低くて再現率が高いっていうような場合だと低くなって、まあ適合率まあ、逆も同じで適合率が高くて再現率が低い
ってのでまた F 値は低くなって、でまあどういうふうに時に F 値が高くなるかっていうと、まあ適合率再現率がまあほどほどどちらもそこそこ高いみたいな、そういう場合においてまあ F 値が高くなるっていうような傾向になります。で以上で発表を終わります。